はい。で、今さん、ガボッツ90、ピンクチャートクリアの使いどころ。いや、もうガボッツ90はピンクチャートに限らず、どこでも使えるんで、ピンクチャートクリアはもう昼も夜もいいんで、どこでもいいです。どこでも。<laughs> なガボッツ90は釣れない動きが出せないルアなんですよね。だから、なんで、 巻いても巻かなくても何しても釣れるようになってるんでなってるっていうかそういうものなんでなんですかねもう普通に使ってもらってたらそのチョは出るんじゃないかなと思うんですけど多分その辺が不安ですぐ買えちゃうから釣れないんじゃないかと思うんでもう特にこれからのシーズンもうガボス90投げててくださいって感じかななんか一昨日い3日前の夜に マサチチャンネルの自撮りチョークを取り入ってたんですけど、えー、とそこはね1 6ンチ1 8ンチのルアーをちょっとそれで魚出したいなと思ってそういうポイント組み立てして、えー、稲子がベートになってて、えー、駆け上がりに、ね、ついてる鈴木にルアー当てにあ鈴木に当てに行ったんですねでもえ一発も出なくてでこれはガーモッツ90だったら多分一撃なんじゃないかなって で、で、ああ、せっかくだからガボス90投げましょうって言ったら、一投目から70馬が出て、あやっぱガボス90だったら一撃だったんですね、なんて動画が撮れたんですけど、それぐらいこの時期は、あの、ちっちゃすぎてフックが小さいんで、取れなかったりするから起きるまでかけたいっていうことはあるけど、釣るって点ではもうガボス90は申し分ないと思います。食わすまでは。 でもその背回りとかで、もうこの秋のね、八丈ー、ガボス90でかけると、まあまあ、やっぱりそれなり着られたくないガチンコファイトしたらね、針伸ばされたりで、バラしたりするんで、なんかね、できればでかいフックのスネコンとかでかけたいんですよね。はい、そんな感じで。